待てば過激のつかびより、皆さんこんにちは、めぐまりです。さて、好きな演目についてつらつらつらとお話しさせていただいておりますが、今回の動画では好きな演目ロミジュリについてお話ししたいと思います。もうロミジュリって言っちゃってますけど、あの正式名称ロミオとジュリエットです。皆さんもご存知、これもシェイクスピアのお話ですよね。ロミオとジュリエット、ご存知かもしれませんけれども、ちょっと簡単にストーリーをざっくりとお話しさせていただきます。モンタギュー家とキャピュレット家、この対立がですね描かれているわけなんですけれども、舞台はイタリアのベローナです。でこの両家がもうずっと喧嘩してるんです。もうずっと、でそのモンタギュー家のロミオ、そしてキャピュレット家のジュリエットが恋に落ちてというお話なんですけれども、ロミオとジュリエット出会って一目惚れで燃え上がって結婚しちゃいます。両家対立してるのにですよ。ただですね、そのなぜ出会って結婚に至ったかと言いますと、ロミオには仲間がいます。ベンヴォーリオとマキシオという、でこの3人がですね、このキャピュレット家で行われたあのパーティー、仮面舞踏会に紛れ込んで、キャピュレット家側の女の子をですね、こうちょっとこう落として最後ひどく振ってやろうぜみたいな感じで、あの乗り込んでいくわけなんです。まあ、ロミオちょっと半分いやいやみたいな感じなんですけど、でそこで出会った彼らは恋に落ち、もう若さゆえですよね、そのまま勢いで結婚しちゃう。ただ家としては対立してるので、その都度街で会うたびに喧嘩が勃発するんです。でですね、2人結ばれた後に、このジュリエットのいとこディボルト、キャピュレット家ですね、がなんとなんと、このロミオの仲間である一人マーキュシオをですね殺しちゃうわけですよ。刺しちゃうの。でそこで目の前でこう殺されたロミオはですね怒るわけですよ。逆上してで殺しちゃうの、ディボルトを。なんとまあ負の連鎖と言いますか、憎しみの連鎖がここでも断ち切られない、断ち切ることができないってなって、まあ、そのまま殺しちゃったわけなんで、ここにはいられないということで追放されるわけなんですが、追放される時にジュリエットはあなたなしでは生きられないと、どうしましょうってなっていく、こう秘恋もののお話です。ざっくりお話ししました。まあ、結末は皆さんもご存知だと思うのでね、そこまで言わなくていいと思うんですけれども、はい、ちょっと今回は結末ではなく、なんとなくあらさじをはちょこちょこっとお話しさせていただきましたが、宝塚で何度かこれも再演されているんですけれども、2010年2011年2012年2013年の4回あるんですが、なんと2021年星組で5回目、星組レイさんとマイソラちゃん、もうこれ聞いた瞬間にテンション上がりましたよ。ロミオとジュリエットってこうちょっとこう若い男女が燃え上がって突っ走ってっていうのをイチャイチャラブラブをこう見られるわけですよ。まあ、最後ね、秘伝物なのであれなんですけど、それをもう星組で見られるだなんて幸せじゃないですか。私楽しみなんですけど、絶対チケットなんだろうな、チケット取りにくいんだろうな、なんとかしてこうちょっとチケット取ろうかなと、頑張ろうと思ってます。そうじゃなかったらちょっと DVD 出るのを待ちますでもそれくらい好きな組で演じてもらえるということでやるんですけれども、このロミオとジュリエット、私の中のお気に入りポイントまたいくつかありまして、まず1つ目、娘役さん、このジュリエットがですね、ただひたすら可愛い、それに尽きる、可愛い、膝小僧出るんですよ衣装で。こうミニスカートのこうちょっとこうチュールっていうか
フリルチュールのなんかこう可愛い衣装があるんですけど、ミニスカートの可愛いんですよ。もうねジュリエットしか似合わない、本当にジュリエット役の娘役さんだからこそ似合わせることができる可愛らしい衣装なんですけど、あとセリフとかもすごく可愛くってすごくいじらしくって、あの私の家に2011年雪組の DVD があるんですけれども、音月圭さんと舞羽みみさんがされてたロミジュリなんですけど、もうね舞羽さんすっごく可愛くっていじらしくって、もうこんな感じあーってなりました、はい、それも歴代のジュリエットの娘役さんみんなそうなんですよ、もう可愛いってなるんで、娘役さんジュリエットとの可愛さ注目ポイントです。まだあります、恋に突っ走る青年少年、その姿燃えます、ロミオですね。これ10代がゆえっていうんですかね、若いがゆえにこう突っ走ることってあったと思うんです。見てる皆さんも10代の頃の恋愛を思い出してみてくださいよあの突っ走るじゃないですかね、まっすぐ盲目になりけど一生懸命で相手のこと大好きで抑えきれないこの思い、これをね演じてくださってるわけですよ男役さんが。なんだろう、こう青春を思い出すような甘酸っぱいこの感じが私はすごく好きで、宝塚のロミオはですね、私がまあ中学生高校生くらいの時に実際にああいうロミオみたいな人がいたらきっと好きになっただろうなって思ってます。それくらい素敵です。一緒に燃え上がる恋したかったなロミオ、はい、でもう一つおすすめシーンはやっぱりロミジュリといったらこれですよ、有名なバルコニーのシーンです。あそこのね二人のねデュエットがいいんですよ。ロミオがねこうジュリエットが歌ってるのをバルコニーの下で聞いていて、でこう登っていってはっってするわけですよ。あーもういいじゃないですか、ちょっとで、ね、反対されて燃え上がるこの恋路応援したくなっちゃいますよね。あのシーンはやっぱり鉄板ですよね、ロミジュリを語る上で。ぜひ見てほしい、ぜひあの歌聞いてほしい、もう胸キュンが止まらないって感じです。そして4つ目おすすめポイントがありまして、これはね宝塚のロミジュリにはですね愛と死というダンサーさんがいるんです。もうその都度一人ずつなんですけどね、そうシーンシーンでセリフないんですよ、踊りだけで表現するんです。もう愛のこう優しい包み込むような表情で踊る感覚ですとか、死のお前ら引き裂いてやろうっていうような踊りの感覚がすごく伝わってくるんですよ客席に。その表現力たるやもうね脱帽です、本当に素晴らしい。そこもねぜひ注目して見ていただきたいんですよね。それもひっくるめて宝塚のロミジュリ2021年注目です。皆さんのお気に入りのロミジュリは何なんでしょうか。この動画が公開されるのは12月末ということですので、ぜひまた来年も塚日和を、そして宝塚をどうぞ何卒よろしくお願いします。では皆さん良いお年をお迎えください。